どうも、デッシーです。お世話になります。ファイナルファンタジー続きをやってまいります。前回ここで終わったんですけれども、ちょっと魔法買ってきました。買ったのは、このラヒーラとバマジクというものですね。で、前回ちょっとラヒーラなかったっけって言って、全体回復ですね。なかったのでちょっとって思ったんで買ってきました。で、同じとこにバマジク、これが売ってたんで、買いました。で、これ一回ね、使ってみたら全ての魔法に強くなったとあったので、まあどっかで使えるかどうかといったところですね。まあケアルガとラヒーラあるのでちょっと使っちゃうとあれかもわからないんですけれどもね。はい。で、あとはライアも買いました。買ったのはキル、ブレイクです。もう全部瞬殺の魔法ですね。なんか後の方になってくると全体の攻撃をするよりちょっともう一発で殺せる方がいいのかなと思いまして、で、これもねちょっと試したんですよ。で、キルとブレイク、これ全然入んない。で、ですがね、5回中2回入ったぐらいかな。なのでね、実際あんまりちょっと頼りにできないかなと。弱い敵にも使ってみたんですけど、ちょっと入らなかったと。大丈夫かって。デジョンもね、ちょっと入りにくいんですよね。これなんか全体みたいですね。という感じです。なので、ちょっとどうなるかっていうね。で、グリーンドラゴン、あれどうするよっていうね。まあ、あれ対策でもあるんですけれども、まあ、ちょっとね、行ってみないことにはっていう感じですね。行きましょう。タイムトリップすると、あ、で、一回ちょっと試してみなかったのが、ここでダテレポ、迷子になった、出れない、伝え、あ、使えるんですね。了解です。そしてだから、これで、ちょっともったいないですけど、よし、これでいきましょう。なんかね、ラストダンジョンでしょう、これ多分。おお、素敵出たよ。まあ、ラストダンジョンといえばね、武器ですから。なんかあって、例えばね、例えばなんかあって、手に入れて、すげえいいもん手に入れて、誰か途中でまた死んじゃったっていう時とかにね、戻ってこれる、ね、手段があるかどうかをね、ちょっと確かめたかったんで。まあ、できたら、もう、そのまま行きたいですね。で、こっちでしたよね。こっち来て。いやー、いいね、やっぱりこの曲。ホワイトドラゴン、これもなかなかどうしてなんですよね。シグルがその吹雪とかにめっちゃ弱いんですよね。毒ガスもでもやばかったっすもんね。あれそうでもねえな、200、あ、そうでもないのか。くー、なかなかでも厳しいっすね。いくと、あれ、トールハンマーの色なんか違う？ホーリー一回またそのキルとかブレイクとかの練習で使ったんですが、魔術師の杖もなんか強くなってる？レベルが上がったからかな？ブレイクとかの色になってる。で、ここですよね。あれ、ちょっと HP は回復していこう。ね、回復。ケアルは、もうこれ、いつ使っても、ほぼ一緒なんで。わあ、もう、ああ、プロテスそうか。いや、でも、ここはもう、いっとかないと、ですね。これ、サムス、あ、こっちがサムサですよね。
いやー、ちょっと待って、ちょっと待って。プロテスとかやってるとかあれじゃないのかな。よし、行こう。で、右行って、ちょっと微妙でしたもんね。近い行こうかな。かあ、やばい。ちょっと待て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 。ここでデジョン決まってくれればいいんだけど、ホーディー使うか。うわー、効果がない。でも結局効果ないっすよ。マジかよこれ。たの、うん、倒れねえと来たもんだこれ。やばい。ホーディー頼む。めっちゃ決まって2体。うわっちゃー、ちょっとマジかよこれよ。はー、魔術師の杖と、ちょっともうここでしかないじゃんか。お、先動きやがった。珍しく。おし、おお、残った。ふう、ちょっと4000、15000、マジかよこれ。もう全然インフレがすごい。くさあ、ケアルだ。ここは使えねえのか。くっそー、しょうがねえなこれは。もう普通に HP 持ってかれて死んでますからね。デスとかじゃないから、まあそこは本当になんていうか成功法でやられてるわけですよね。マジかこれ。レイズけ、うわっちゃー、つらいわ。これセーブポイントマジでないっすもんね。ちょっと待って、まあ寝袋、いや使おうとしたわけじゃなくて、どうしよう。違うかこれ。いやいやいや、シグルの毒ガスがひどいのよ本当に。怖い、ちょっとマジ怖い。ないで、この中なんか敵陣だから中怖いのよね入る。くわー、無理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 。これ絶対逃げられないのかな、もしかしてこの階層。あ、逃げた。あ、でもそんな、そうっすよね、逃げたことありますよね。いや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 、厳しいって。で右上何もなかったですもんね。そうすると、うーわー、マジかよ。です、やめて。バオル、何何、ちょっと見えなかった。何バオった。バオルって魔法っすよね。いやマジでマジで、シグルマジかよこいつ。最後まで足引っ張んな本当に。いや、逆に死なせといた方がいいのかな。
ですとか聞かないよね多分。ちょっと逆にこれで言ってみようかね。もったいないもんね。なんかよし行こう。いやでも違う。いやでも生き返らした方がいいな。いやちょっと様子見。おう、おっつ、デスビホルダー、ビホルダーのデスバージョンというか、ビホルダーも あいつはキルか、使ってきただけか。いやでもさ、キルってデスより上なんですよね。でここでお前がデスビホルダーってデス使ってきてなんなんて話ですよね。ビホルダーの方が上じゃんっていう。まあまあ細かいことはさておいて、まあヘイストかな。ストップ、おマジか。大丈夫、リボンつけてるから。オッケー、一発。まあデスビホラー1、あーなんか石板みたいのになってますね。65000、65000、45000。えそんな、これからまた金使うことってあるの。ここであれか、土の杖だろ。ん、大地と緑の精霊が宿る杖だ。なんもない。石板が床に置かれている。何か邪悪なものを感じる。あれ、なんかチャイム、天空人に伝わるチャイム。すると澄んだ音色が響き渡る。なんかあんのかな。あ、やべ、そうか、やっちまった、やべ。いやでもこれこのまま倒せるな。そんな強くなかったもんね、言っても。てかあいつ攻撃してねえし、何もしてねえし、こいつ。うおお、攻撃力は強え。まあ、え、でもこっちなんだろう。ちょっと待って。お、できた。ユートを引くと石板が動き出した。その下に階段が現れた。いやなんか全部使ってみようかなと思って。階段が現れたと。マジかこれ。ちょっともう満身創痍。まあシグル死んでるけどね。くっそー、なんだこれ。うわー、どういうこっちゃ。ドラゴン、あ、こいつは戦ったことありますから大丈夫。いやー、ちょっとやっぱり全然その今までのところとは雰囲気が違う。今までもう辛かったけれども、それ以上になんていうか、違う、癒し使おう、癒し、なんていうのかな、広すぎる、奥行きがすごすぎて、ちょっとねまだ見えないようなもやがかかってる。例えば試練の塔はシグルにもかけたまあいいや。試練の塔はなんていうか、マップ間違った道を行かなければいいっていうのがもう見えてたじゃないですか。あのくるくるの中でっていうか城の中で。でも
これに関してはね、ちょっと広いし、あとグリーンドラゴン、あいつの存在よ、あれがひどい。よし、やっぱり生き返らせるか、シグル。経験値もったいないですもんね。レイズで、いやーポーションでも330だから10近く使うのか。多分もう、どんぐらいひどいのかまず分からんしな。ちょっと間違えた。あー、ちょっとめんどくさいっすねこれね。回復するのもめんどくさいやつ。こんなもんで一緒ね。いやー、あーでも一生階段、ん？あ、でもそっか、降りたけど外側に来たってことか。ゴーキメラ、こいつらは多分大丈夫なはずなんですが、どうなんだろう。混乱させた方がいいな。ダメージもそうだけど、炎、まあ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 、ゴーキメラが何してくるかっすよね。よし、片方いった。よし、弱い。ゴーキメラ、よし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 。でこいつっすよね、混乱してないのは。だからこうして、魔術の杖と癒しの杖でいいでしょう。いいっすね、回復しない。こちらが叩いても混乱回復しないからいいっすね。全然効かねえし。いいねいいね、回復しない。オッケーオッケー、よし、完封じゃないけど完封できるやつ。完全回復して戦闘を終わらせると。よーし、シグルも形になりましたね。よしよしよし。あら、もうちょい。いやー、それにしてもどうするかですよね。かー、これも1万5000か。お、階段発見。あれ？え、でもここ、ん？あ、違う、ここ階段なんかなかった。あ、入れなかったとこがもしかしてここ。あ、そうっすね、一番最初の上の部分ですね。よしよしよし、こいつは知ってる。いやー、なかなかっすね。決まれ、頼む。よしよし、まあ、テッシーだったら全然問題ない。あー、こんな HP 高かったか、こいつ。これ逆にした方がいいっすね。違う、魔術、そっか、魔導士の杖の方がやっぱいいのか。そうすると最終的には混乱させてしまえばダメージを受けないから回復する必要がないってことっすよね。いやー、熱いねー。
よしよし、こっちで合ってるっぽいっすね。おお、暗くなった。地下ってことっすかこれ。あ、これは前回来たところの左側ですもんね。アースメデューサ行きましょうか。なんかなのかな、全体攻撃チックなものってないんすかね。大丈夫、睨みはシグルにしか効かないからね。そこをちょっとやっぱ落ち着いていければよかったね、前回のね。まあ、グリーンドラゴンはね、もうどうにもできないですけど。リボンが多分あと1個どっかにあるのかもしれないですね、もしかすると。だいたいいつも4つもらえるじゃないですか。3の時もそうでしたし。もう1個あると、もう本当に安心して倒せるっていうね。癒していこう癒していこう。効かぬわ。同士打ち。いいね。気持ちいい。ああ、こいつら楽だわ。こいつらいいわ。いいね。ギルよ、ギル。ああ、いい。いいって言っちゃってる。魔導士の杖と癒しでいいっすね、これ。ダメージがね、全然、あ、ちょっと待って、麻痺効くんかい。リボンの意味。あれ？麻痺は効くん。睨み、石とかは効かないけど、麻痺は効くのか。そういうことかいな。それちょっちつらいな。まあ、いっか。石とかなんないだけでもまだ全然いいっすからね。おい。よし、回復して、癒しの杖。HP がね、こいつら低いのが、メデューサも、単なるメデューサも HP 低かったですからね。自分で最後、攻撃するっていうね、素晴らしい。こっちか。あー、ここ、下、微妙。なんもない。うわー、下か。やられた。やられたな、これ。ああ、よかったよかった。こいつは全然大丈夫。4体と戦いましたから、この前。2体が出てきて、今更何ができるというね。ああ、こいつはこう、混乱はさせられないのかな、もしかすると。いやでもちょっと試しとこうね、一応ね。 OK。 実験で、あー、魔導士の杖ちょっとやってほしかったな。大丈夫、まあまあまあ、行こう行こう。いやー、なるほど。例えばこう、あー、ないな。あ、下も行けると。なるほどね。お、リッチ、そういうパターンか。曲全然変わんねえ。ちょっと待って。なるほど。ってことは4匹、カオス4体出てくるわけでしょ。ちょっとヘイストはちょっと取っておきたい。もう6回使いたいな。4つのカオスとラスボス、まあ2回戦として。なるほど、やるじゃないか。
どうしよう。ファイガ、ファイガか。ファイガっすよね。で、こいつね、何？ブリザ、ファイラやってきたんだっけ？ブリザラだっけ？あ、そうか。ここで、あー、でもこれ、バマジク使おうかと思ったんだけど、この2つがあるから、ちょ待って。確かブリザラだった気がする。バサンダやっとこうよ。かーん！マジか！なんじゃこいつ、全然企画が前と違う。マジかよ。バサンダとかやってる場合じゃねえって。マジかよこいつ。いやもう攻撃しかないっしょ、これ。ちょっと待って。レベル全然足りてねえじゃん。いやもうトルハンマーっしょ。いやマジで頼む頼む、死ね、ストップ。ああよかった。ちょっと待って、全然もらえないし、しかもまだあと3体いるってことだろ。あ、そうか、シグルがヘイスト使い、ちょっと待て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 、やべえってやべえって、レイズよ。マジかよこれ。いや本当に生き返すアイテムないのこれ。いや無理だろう。ちょっとマジか、これはきついぞ。これはちょっと雑魚戦でなんかワイワイ戦ってる場合じゃないっすね。ワンのダンジョンもこんなにきついんだ。ラストでしょこれ。絶対そうっすよね、こんなんもう。いや、アシト死ななくてよかった、本当に。だったらもう、ちょっとアシトとテッシーほどほどにしといて、行った方がいいよね、こんなん。あ、そうしましたら、ちょっと時間30分近づいてまいりましたので、一旦ここで切ります。次回、続きをプレイしていきます。はい。よろしくお願いいたします。デッシーでした。失礼いたします。